はい、ちょっともう疲れました。とりあえず上半身までは来ました。これなんか可愛いよね。はい、どうでしょう。あのね、可動手首じゃねえや、指が可動するの入ってたんですけど、この前関節可動するやつ、もうね、笑っちゃうぐらいすぐ取れる。まあ、なくす、根元からすぐ取れちゃうね。なのでとりあえずこれはやめときます。でだ、全部組んじゃうとなんかどこが動くとか忘れちゃうからこの辺でやっとこうかと思います。あれ、この辺が動いたよな。この辺がちょっと連動で動くんかな。あとはここも連動で動く。あとはもうマスターグレードでお決まりのこの引き出し的な、まあこういうとこも開いて、肘も曲がって、まあこれも当たり前だよね。もうハイグレードでも当たり前になってきてるから、これ嬉しいよね、こっち曲がると。あとはどこが動くんだ。まあこの手首のとこ、こっちにもロール軸があった。肩、怖いよねこれ、硬すぎて怖い、やめとこう。あと特になんかあるかな。ここは胸のダクトがエッチングシール、あとこうところどころこの丸い赤いステッカー、こういうとことか、こういうとこね、全部ゲート跡になる場所にシールが貼られるように。これもエッチングシールかな。結構ピカピカしてるよね、思ったより。でこのさっき箱開けの時にこのカッパーの部分、無塗装じゃねえって言ってたけど、なんかちょっとねパールっぽいのが吹いてあるっぽい、なんつうのかな、クリアーパールみたいのを吹いてあるみたいな、なかなかいいかな。こんなとこでちょっと、まあ明日早いんで寝ます。またちょこちょこ動画出していきます。あのもうバーって組んじゃって完成しちゃうとさ、こういうなんつうの、またバラすのめんどくさいし、バラして壊したりとかあるから、ちょこちょこ上げていきます。以上。